抗体。抗体、抗体、とは、リンパ球の内 B 細胞の産生する、糖タンパク分子で、特定のタンパク質などの分子、抗原を認識して結合する働きを持つ。抗体は主に血液中や、体液中に存在し、例えば、体内に侵入してきた細菌やウイルス、微生物に感染した細胞を抗原として認識して、結合する。 抗体が抗原へ結合すると、その抗原と抗体の複合体を白血球やマクルファージといった食細胞が認識、鈍食して体内から除去するように働いたり、リンパ球などの免疫細胞が結合して、免疫反応を起き、起こしたりする。これらの働きを通じ、脊椎動物の感染防御機構において、重要な役割を担っている。無脊椎動物は抗体を産生しない。 一種類の B 細胞は一種類の抗体しか作れない。上、一種類の抗体は一種類の抗原しか認識できないため、人からだないでは、数百万数億種類といった単位の B 細胞が、それぞれ異なる抗体を作り出し、あらゆる抗原に対処しようとしている。抗体の名は、抗原に結合するという機能を重視した名称で、物質としては、免疫グロブリン、免疫グロブリン、 イムヤノーグラブヤランと呼ばれ、IG、IG と略される。すべての抗体は、免疫グロブリンであり、結晶中のガンマ、ガンマグロブリンにあたる。すべての抗体は、基本的には、同じ構造を持っており、Y 字型の4本差構造、K 差、重差の2つのポリペプチド差が2本ずつ、を、基本構造としている。K 差、または、L 差には、ラムダ差とカッパさの2種類があり。 すべての免疫グロブリンはこのどちらかを持つが、分子量は約2万5千で共通である。重差、または H 差には、ガンマ差、μ 差、α 差、デルタ差、イプシロン差の構造の異なる5種類があり、この重差の違いによって、免疫グロブリンの種類、アイソタイプと呼ぶが変わる。分子量は5万から7万7千である。この K 差と重差が、ジスルフィド結合。 SS 結合で結びついて、ヘテロダイマーを形成し、さらにこのヘテロダイマーが左右二つ、ジスルフィド結合で結合して、Y 字型のヘテロテトラマーを形成する。二本の軽差同士、あるいは二本の重差同士は、全く同一のポリペプチド差である。Y 字の下半分の縦棒部分に当たる場所を、FC 領域、フラグメント、クリスタリザベルと呼ぶ。左右二つの重差からなる。 白血球やマクルファージなどの食細胞は、この FC 領域と結合できる受容体、FC 受容を持っており、この FC 受容体を介して、抗原と結合した抗体を認識して、抗原を鈍色するオプソニン作用。その他、FC 領域は、固体の活性化や、抗体依存性細胞障害作用など、免疫反応の媒介となる。このように、FC 領域は、 抗体が抗原に結合した後の反応を弱気するエフェクター機能を持つ。免疫グロブリンのエフェクター機能は免疫グロブリンの種類、アイソタイプによって異なる。Y 字の上半分のボルト字の部分をファブ領域、フラグメント、アンチゲンバインディングと呼ぶ。この二つのファブ領域の先端の部分で抗原と結合する。二本の軽差と二本の重差からなる。 重作のファブ領域と FC 領域は、ヒンジ部でつながっている。左右の重作はこのヒンジ部が、ジスルフィド結合している。パパイヤに含まれる、タンパク分解酵素パパインはこのヒンジ部を分解して、二つのファブと一つの FC 領域に切断する。またタンパク分解酵素のペプシンは、ヒンジ部のジスルフィド結合の FC 側で切断し、大きなファブが二個くっついた F、アブを一つと、 多数の小さな FC 断片を生成する。FC 断片のうち C3 領域に相当する最も大きな断片は PFC と呼ばれる。F、アブはジスルフィド結合部を含むため FAB よりも構造が大きいため FAB と区別するためアブとしている。この F、アブは抗原に結合するが FC 領域を持たないためその後の免疫反応を引き起こさない。 このことを利用して抗原の標識に用いられる。ファブ領域の内先端に近い半分は多様な抗原に結合できるようにアミノ酸配列に多彩な変化が見られる。このファブ領域の先端に近い半分を可変領域、V 領域といい、K 差の可変領域を V 領域、重差の可変領域を V 領域と呼ぶ。V 領域以外のファブ領域と FC 領域は 比較的変化の少ない領域であり、定常領域、C 領域と呼ばれる。低差の定常領域を C 領域と呼び、重差の定常領域を C 領域と呼ぶが、C 領域はさらに C1、C3 の3つに分けられる。重差のファブ領域は V 領域と C1 からなり、重差の FC 領域は C2 と C3 からなる。ンジ部は C1 と C2 の間に位置する。可変領域のうち、直接抗原と接触する領域は特に変化が大きく、この超可変領域を相補性決定領域、コンプラモンテラティ、ディターミニングリージョン、CDR と呼び、それ以外の比較的変異の少ない部分を、フレームワーク領域、フレームワークリージョン、FR と呼ぶ。低差と重差の可変領域に、それぞれ3つの CDR、 CDR1, CDR3 CD と3つの CDR を取り囲む4つの FR、FR1, FR4 が存在する。抗体は定常領域の構造の違いにより、いくつかのクラス、アイソタイプに分けられる。多くの哺乳類では、定常領域の構造の違いにより、イグ、イガ、アイム、イグド、イゲの5種類のクラスの免疫グロブリンに分類される。 それぞれのクラスの免疫グロブリンは大きさや生理活性が異なり、例えばイガは粘膜分泌型の分子であり、イゲは肥満細胞に結合してアレルギー反応を引き起こす。さらに人の場合、イグにはイグ1、イグ4の4つのサブクラスが、イガにはイガ1とイガ2の2つのサブクラスがあり、それぞれ少しずつ構造が異なっている。アイム、イグド、イゲにはサブクラスはない。 また、免疫クロブリンは、血中や粘膜への分泌型のほか、B 細胞の細胞表面に結合した型、膜型のものがある。重さは定常領域の違いにより、ガンマサ、ミューサアルファーサ、デルタサ、イプシロンサに分けられ、この違いによりそれぞれ、イグ、アイム、イガ、イグド、イゲの5種類のクラス、アイソタイプの免疫クロブリンが形成される。 これらの分泌型の免疫グロブリンのほか、B 細胞表面に結合したものがある。これは、分泌型免疫グロブリンが細胞表面に接着しているのではなく、細胞膜貫通部分を持ったものであり、B 細胞受容体、B セルレセプター BCR と呼ばれる。BCR は2本の重差と2本の軽差を持ち、細胞膜貫通部分に Igα、Igβ ヘテルに両体を持つ。 アイソタイプの違いにより、免疫グロブリンの持つ、エフェクター機能が異なる。免疫グロブリンは無脊椎動物には見られず、軟骨魚類以降の脊椎動物で見つかっている。それぞれの生物ごとに、複数のクラスの免疫グロブリンを持つが、その種類は綱ごとに、違いが見られる。アイムのみがその全てで共通に見られる。また、同じ哺乳類でもサブクラスの種類には種ごとに、 違いが見られる。例えばヒトイグのサブクラスがイグ1、イグ4の4種類であるのに対し、マウスイグではイグ1、イグ 2R、イグ2ビット、イグ3の4種類である。抗体は血液中や体液中に有利型として存在するか、または B 細胞表面上に B 細胞受容体として存在する。特定の抗原と結合する機能が 抗体の最も重要な機能である。抗体はウイルスや細菌などの微生物、あるいは毒素などを抗原として結合するが、抗原と抗体が結合すると、凝集反応、免疫沈降を起こし、その凝集した抗原抗体複合体は、マクルファージやその他の食細胞が認識し鈍食する。その際、抗体はその FC 領域をもって、 マクルファージ等に認識され、鈍食されやすくする、役割をする、オプソニン作用。そしてマクルファージに鈍食された抗原は、マクルファージ内で分解され、T 細胞に、ペプチド MHC 副合体として提示され、さらなる免疫反応が起こる。また抗体は、固体活性化作用を通した、免疫反応も起こす。抗体の中には、結合するだけで微生物の感染力を低下させたり、 毒性を減少させたりする働きを持つものもある。中和作用。これらの機構により、抗体は体内に侵入してきた、細菌、ウイルスなどの微生物、毒素や微生物に感染した細胞を認識して体内から排除しようとする。B 細胞表面に存在する PCR は、B 細胞の抗原認識受容体として働き、特異的な抗原が結合することで、 抗体酸性細胞、形質細胞や体細胞長変異、クラススイッチ組み換え等を経た後のより抗原に対する神話性の高い BCR を持った抗体酸性細胞や記憶 B 細胞への分化を引き起こす。抗体酸性細胞は BCR と同じ抗原特異性、アイソタイプを持つ抗体を産生する。抗体が抗原と結合する際、 抗原の一部分、エピトープのみを認識して結合する。抗体は、エピトープの立体構造を厳密に認識して結合し、エピトープのアミノ酸配列の違いは、もちろんのこと、家電の差、光学異性体、立体異性体の違いでも結合しなくなる。エピトープと結合する、抗体側の部分を、パラトープという。エピトープとパラトープの間には、水素結合、静電気力、 ファンデルワールス力、素水結合などの引力がかかり、これらの力により安定して結合する。このエピトープとパラトープの間の結合力のことを、アフィニティ・アフィニティという。ただし、抗体は、基本の四本差構造においては、抗原と結合する部位は二箇所であるが、アイムは合両体、イ側に両体を形成するのでさらに多くの、抗原認識部位を持っている。また、 抗原によっては、エピトープを複数持つ。このため抗体によっては、抗原と抗体は一箇所で結合したり、一か、同時に複数箇所で認識したりする。だか、このように抗原と抗体が結合するときの結合力の総和を、アビリティビゲットと呼ぶ。たかの結合の際、結合力が相乗的に働くため、アビリティはアフィニティよりも高くなる。 マクルファージや高中球といった食細胞は、もともと細菌や死んだ細胞に結合する能力を持っているが、こういった細菌や死細胞に抗体や補体が結合すると、食細胞が持つ、補体受容体や FC 受容体を介して結合し、食作用を促進する。これを、オプソニン作用という。抗体は、補体の古典経路によって、補体を活性化し、 抗体の結合した細菌に固体を結合させて、細菌の細胞膜を破壊し、溶菌する。またオプソニン作用で、食細胞による抗原の食作用を促進させる。イグ1、イグ3、アイムが持つ機能である。イグ2は、固体活性可能は低く、イグ4、イガ、イグド、イゲは、この機能を持たない。細菌やウイルスなどの微生物や、や虫などの毒素は、 自らの構造の一部を細胞表面に結合させて、細胞内に侵入し、毒性を示す。細胞に侵入する際に結合させる部分に抗体が結合してしまえば、微生物や毒素は細胞に結合できず、毒性を示せない。このように抗体は結合することによって、微生物の感染力を低下させたり、毒素の毒性を減少させたりすることがある。 例えば、インフルエンザウイルスは、ウイルス表面のヘマグルチニンを、軌道上皮細胞のシアル酸残期に結合させて、細胞内に侵入するため、ヘマグルチニンに対する抗体は、インフルエンザの感染力を低下させる。このことを、中和作用という、あらゆる抗原に対応するために、体内では、可変領域の異なる重差と軽差を、何百、何千万種類と用意する。 このような抗体の多様性をどのようにして作り出しているのかは長い間不明であった。1897年エールリヒはもともと様々な抗原に対する異型を細胞表面に持っている細胞があり、その異型が抗原に出会うとそれが刺激となってその抗原に対する抗体を生すると考えた即座説がラントシュタイナーは新しく人工合成された。 化合物に対しても抗体が作用することを示し、この世になかった物質に対する異型を、もともと細胞が持っていたとは、得にくく、抗体の多様性は、即座説だけでは、説明がつかないと考えた。その後、抗体は抗原に出会うとそれに結合できるように、自らの姿を変えることができるという説、異型説や抗原の刺激により、抗体が後天的に作られるという説、 指令説が唱えられたが、1959年エーデルマンが免疫グロブリンの基本構造を解明し、また1958年クリックにより、タンパクは遺伝子の情報に基づいて作られることが明らかになるセントラルドグマと異型説、指令説は否定的と考えられた。それに代わって、バーネットの提唱したクローン選択説、1957年が受け入れられるようになった。 つまり、リンパ玉は、それぞれ一種類の抗体しか作ることができず、そのため体内には、非常に多くの種類のリンパ球が、先天的に用意されている。そして抗原が、体内に侵入すると、その抗原と結合できる、リンパ球が選ばれて増殖し、クローン、この抗原に対する抗体を産生する、という説である。この説は、手術の実験によって正当性が証明されて、いったが、 クローン選択説もエルリヒの即座説と同じように、全く未知の抗原に対応できるような抗体を遺伝子はどうやって用意できるのかという点は不明であった。非常に多くの種類の抗体の構造が一つ一つ、すべて遺伝子に書き込まれているとは考えくか,かった。1976年トネガワラは免疫グロブリンの遺伝子再構成という現象を発見し、 この抗体の多様性に関する遺伝子レベルの謎に答えを出した。その他、大細胞長変異、遺伝子変換、クラススイッチ組み換えといった現象も抗体の多様性に関与していることが知られている。B 細胞に分化する前の生殖細胞の遺伝子では、重鎖可変領域、V をコードする遺伝子は、V 遺伝子部分、D 遺伝子部分、J 遺伝子部分の3つに分かれており、 この3つの遺伝子部分にそれぞれ可変領域の遺伝子断片が複数個コードされている。抗体を産生する B 細胞の重査可変領域の遺伝子は V 遺伝子部分にコードされているいくつかの遺伝子断片のあたら1種類、D 遺伝子部分から1種類、J 遺伝子部分から1種類が選ばれて、それが組み立てられて作られる。V 遺伝子部分に50の遺伝子断片。 D 遺伝子部分に30の遺伝子断片、J 遺伝子部分に6種類の遺伝子断片があるとすると、その組み合わせは5036イコール9000種類となる。軽算可変領域、V をコードする遺伝子は、重差よりも少なく、V 遺伝子部分、J 遺伝子部分の2つの部分からなる。同じように、V 遺伝子部分に35の遺伝子断片、J 遺伝子部分に5つの遺伝子断片があるとすると、 その組み合わせは35個イコール175種類となる。そして、9000種類の重作と175種類の軽作の組み合わせは9175イコール150万種類以上となる。このように、重作の V、D、J、軽作の V と J の遺伝子断片の組み合わせで多様な遺伝子を持つ B 細胞ができ、それぞれ異なった種類の B 細胞がそれぞれ異なった。 抗体を作ることで多様な抗体が作られる。これを VDJ 遺伝子再構成といい、主にヒトやマウスで見られる。各細胞につき遺伝子再構成が起こるのは、相同染色体の片方だけであり、再構成がない方の遺伝子は不活化される。幹細胞が分化して、体の様々な細胞に分化していくが、この分化した細胞を体細胞という。幹細胞が 体細胞に分化していくときにごくまに遺伝子に変異が起こることがある。体細胞変異。B 細胞は変異の頻度が極めて高く1万倍にも及ぶ。これは、末梢の成熟した B 細胞の中で T 細胞依存性抗原で活性された B 細胞は肺中心を形成し、この微小環境内で免疫グロブリン遺伝子の V 領域、A 度アクティベーション。 インドスとサイタディーンでアミナセにより、様々な塩基地換を引き起こされるためである。このメカニズムを体細胞張変異といい、人やマウスにおいて抗体の多様性や神話性の性に関与している。VDJ 遺伝子再構成を終えた可変領域遺伝子が V 遺伝子上流に存在する二遺伝子にランダムに置換されて多様性を作る。これを遺伝子変換。 ジーンコンバージョン GC といい、主に鶏で見られる。1986年レーノーラにより報告された。V、DJ 遺伝子最高性等の過程を経て生まれた B 細胞は抗原の刺激を受けると成熟化し増殖する。この際、重査定上領域 C をコードする遺伝子に DNA 改変が起こり、最初 i イムを分泌していた B 細胞は、 イグトータのクラスの免疫グロブリンを賛成する。同じ可変領域を異なる定常領域と組み合わせることにより、さらに多様な抗体を作り出す。このことをクラススイッチ組み換えという。近年、モノクローナル抗体の持つ特異性を利用した医薬品の開発が進んでいる。抗体医薬は標的となる抗原に対して特異的に働くために、これまでの医薬品よりも 副作用を軽減させ、かつ高い治療効果が得られることが期待されている。2008年現在で、関節リウマチ治療薬として抗 t n f アルファ抗体であるインフリキシマブや、抗イールマイナス6抗体であるトシリズマブ、ガン遺伝子波ーニに対する抗体であるトラスツズマブなどがすでに臨床において使用されている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。